そうだ、うら、キバナに会っておくと、え、会えるの？俺の最高のライバルにして、ジムチャレンジの最後の門番。今なら6番道路手前の宝物庫にいるだろう、ゼル。やっぱり6番道路の宝物庫。そこで何かが起こる。ローズ委員長も、キバナも、宝物庫に行って、で、ダンデは、ね、ローズ委員長に会いに来たということなので、完全にここでイベント、わー、こいつちょっとかっこよ、オープニングに出てきたやつ、あ、違うか？キバナ、お、チャンピオンが推薦したトレーナーだな。名前は、ピコピコピコ。イオだ。ダンデが見込むとは確かに強くなりそうだ。ただし、キバナ様に挑むにはジムバッジが7個いるんだな。わかってます。今はホームスコです。おっと、ホームスコか。歴史からポケモンを学ぶのは悪くないやり方だよな。おう、ここは歴史が学べる場所。聞いた、俺様に気づいてきな。かっこいいな、キバナ。パーカーの帽子にドラゴンの牙みたいなやつ。うわ、すげえ、なにこれ。宝物庫、トロフィーとかいっぱいある？これ、俺様のリーグカードだぜ。お、ありがとうございます。キバナのリーグカードもらった。ありがとうございます。宝物庫なら階段の先だぜ。あっち。ありがとうございます。優しいな、キバナ。はい、ありがとうございます。ナックルシティは大昔はガラル地方の中心、時代を伝える宝物庫は階段の先にあります。すごいな。こいつと戦う感じ？戦わない。で、パッコン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 歩いていくと、そこの先にローズ委員長とダンデが待ってない。結構でかい建物だな。わわわわ。あ、見えたよ。なんだこれな、黄色い棒。お、甘える。技マシン29、甘えるを、手に入れました。可愛く見つめて、油断をさせ、相手の攻撃がザクッと避ける。わあ、で、ここが何？ポケモンの歴史を学べるという。うわ！あ、ソニア何してんの？こんなところで。何この絵？ソニア久しぶり。来たんだ！すごいよ、宝物庫。ガラルの歴史を伝えるタペストリーが残されているの。タペストリー？願い星を見る若者二人。ほうほう。え、何これ？厄災っていうのかしら？の訪れ。困惑する若者。はいはい。あ、でも剣と盾。ほう。厄災を追い払う剣と盾を見る若者。わ、王冠を被る若者。なんとか、その、なんだ、悪い奴をやっつけたっていうことか。ストーリーはありますね。ブラックナイトっていうのが関わってくるのかもしれない。ガラルに王国ができた時の物語を伝えるタペストリー。ほうほうほう。ねえ、若きジムチャレンジャーさん、何か気になることないかしら？英雄は二人？そうそうそう、ここで英雄は二人なの？さすがだね。エンジンシティのホテルにあった英雄像はどう見ても一人。でもここのタペストリーでは若者二人と記されている。どういうこと？英雄は一人なのか、それとも二人なのか。ブラックナイトとは何だったのか。どういうこと？どういうこと？どっちかがブラックナイトになっちゃったとか。話を聞いてくれてありがとう。考えるよ、整理できたわ。またタペストリーを調べるけど、君はジムにチャレンジだね。応援でこれ分けてあげるから、勝ち残るの楽しみにしてるよ。元気のかけら、ありがとうございます。確か、なんかね、死んじゃったやつを復活させるやつ。ありがとうございます。わあ、すごいっすね。この絵。全然でもなんかわかんねえけどな。物語を紐解く感じにはならない。でもローズ委員長いなかったじゃん。なんでもいなかった。まあ、とりあえず6番ドルに行けってことか。了解、了解。まあ、とりあえずその6番道路を歩いていくと次の街があって、うん。で、そこに多分、挑戦できるジム、おぉ、トレーナーがいると思うけど、キバナさん、ということ？宝物庫のタペストリーに描かれているのはガラルの英雄。今のガラルで言えば、チャンピオンダンデが英雄だな。いいか、ヨーダーのゴールはスーパースターダンデに勝つことだ。そのために6番道路を越えて、ラテラルタウンで、鍛えるよな。ラテラルタウン。お、そこに次の、ジムリーダーがいるということか。了解。次は何系なんだろうね。今の私の手持ちでやれるかしら。何てるってんの？お、ラテラルに向かうんですか、ジムチャレンジャーさん。だって6万ドルを取ればラテラルタウンですからね。了解しました。まあ、とりあえず、ラテラルタウンに向かって行きましょうってことですね。確かにあるな。地図を見ると。ちょっと確認してみますか。
今は、ここですね。なんかね、これ、砂漠エリアみたいな感じ。あ、これ、タグトリオじゃん。で、この先に、これ、ラテラルタウン。砂漠系ですね。お、6番道路。化石復元、ディグダ像だって。右上の方。へぇ。で、ここはラテラルタウン。上はルミナスメイズの森。で、さらに、アラベスクタウン。だから、ジムチャレンジはこう、ポンポンってここで続くんでしょうね。だこれが、4つ目、5つ目になるはず。で、また戻ってきて、7番道路、8番道路を越えて、キルクスタウン。だこれが6番目か。なるほど。で、9番道路を越えて、スパイクタウンで7個目を手に入れて、またこれ戻ってきて、はいはい、ドラゴンちゃんをやっつけると。で、さらにその先、シュートシティがあって、これ最後、やっつけるって感じなのかしら。ねえ。オッケーオッケー。見えてきたよ。そんじゃ、まあ、行きますか、行きますか。なんかでも、この橋があると、ホップと出会いそうだね。いつもこういうとこにホップいるけど、あ、いないよ。なんだ？あ、え、またエールだ。あ、なんだこいつ。なんと可愛い砂蛇。砂蛇。可愛すぎる瞳。気持ち悪いけどな。我々エールダンは砂蛇が安心して眠れるよう応援してる。おばあちゃん、どうしたの？あんたたちポケモンは起こさないから通してもらうよ。どうぞどうぞ。え、おばあちゃんを通してくれる？ヨーダーを通してくれる？あの、通してもらえませんか？通して。お、ホップ、お、久しぶり。あ、ヨーダー、アルタルタウンに行くんだよな。お、取り戻した。元気取れました、ホップ。エルダーの人たち、そこ取っていい？あんたたち子供うるさいので通行は許しません。特にチャレンジバンドをつけたジムチャレンジャーは嫌いです。バタバタ足音立てられると砂蛇が起きてしまいます。わかったよ。よし、一緒に会おうぜ。共闘だ。ジムチャレンジ、よし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 。お前、力強いぞ。了解。よし。ずいぶん砂蛇にこだわんな。砂蛇のため、追いかけて追い払いましょう。やっつけてやるぜ。はい、エールだ。あ、1対1か。なんだ？ 2 対2じゃないんだね。何を出してくる？スカンプ。絶対なんか、おならしてくるでしょ。はい、ヤクで。行こうぜ。あ、でもなんか、こう、日差しが強い。日差しが強いと炎の、技が強くなるはず。火炎グルマ。毒ガス。キャー、やめてー。毒は嫌です。毒、痛い。毒浴びちゃいました。はい、火炎グルマ。日差しが強いので、威力が上がる。よし、よし。いや、相手のポケモンレベル29ってことは、結構強いですね。てか、僕比較的ちょっとレベルが低すぎるのかもしれないな。ここに来るにはまだ。うわ、フェイント。なんだこれ。痛い。何すんだよ。火炎グルマ。はい、じゃあ。よし、これでやっつけ。ん？誘爆。ダメージを受けた。倒すとそういうことする。勘弁してよ。よし、レベルアップ。ダグトリオレベル29。ありがとうございます。あー、毒食らいました。じゃあ、変えとこうかな。僕も。まっすぐま。はい、じゃあ。いけんなりまっけい。格闘系、あ、違う。あ、アライグマのは、こいつね。はいはい。大丈夫、大丈夫。楽勝、楽勝。ダブルカッター。ダブルカッター？ダブルアタックです。つぶらな瞳で私は見ないで。攻撃力が下がっちゃった。下がってからのダブルアタック。あ、全然効かない。全然効かないわい。レベル30同士か。いい勝負になりそうだ。まず嫌な音で収録下げとくか。爪研ぎ。いやー、ちょっとやらしいな、こいつ。命中率が確か上がるんじゃなかったっけ？あ、攻撃も上がっちゃうのか。あ、で、命中率も上がるのか。いやー、ただこれで、守備力をガクンと下げて、OK。で、下げたので、ここでダブルアタックやっとこう。これで結構効くんじゃない？あー、筋切りか、痛い！結構効くな。でも守備力下げたからダブルアタックが、なかなか有効になるはず。OK、OK、結構効いたね。よし、ここでダブルアタック。でも相手の方が早い。あ、突進！いやー、乗り巻き耐えた！危ねえ。お、反動向けるのね。よし、いや、ダブルアタック。よし、これでやっつけ。なんとか。エルダンのスタップやっつけたけど、もう一人いたけど大丈夫？ 2400 円あるかってことだよな。お、連戦？いやだ、その勢いで任せるぞ。え、お前頑張れよ、ホップも。お前何、しょぼくれてんだよ。何出してくれ？レパルダス。うわー、なんか強そう。よし、行け、ヤクで。
結構でも人目で減ってんだよな。あ、毒も受けてるしね。まあ、とりあえず、どうすかな。これはですね、虫食い、虫攻撃が効果抜群ですね。やってみよう。あー、砂掛けやられて、お、白い煙、能力は下がらない。あ、そっか。こいつはね、特殊能力で、能力下げると効かないっていう特性がありますから。オッケーオッケー。で、虫食いやら、あー、でも毒。役で頑張って。ちょっときついかな。これ攻撃されると怖いので、しょうがない。ニャースでも出しとけ。適当。ニャースいけ。役でもね、ちゃんと成長させたいからね。なんか気に入ってんすよ、役で。よし、いけ。ニャース。乱れ引っかき。痛い。これでもあんまり効かないね。オッケーオッケー。いいよ、ニャース。スーパーサブですからね、ニャースは。オッケー。で、これでニャースのメタルクロウ。あー、ダメ押し。キャー、やめて。痛い。ナイス。うわ、結構食らう。メタルクロウ。よいしょ。よし。オッケー。終わりか。あー、なんとか。いやー、強いなー。で、こっちのポケモンレベル低すぎだな。お、ニャース進化？ニャースの様子が？進化すんの？どうなんの？ニャース。うわあ！悪い。ニャイキング。え、なんかめっちゃかっこいいじゃん。へえ、ありがとうございます。ニャイキング、バイキングポケモン。戦いに明け暮れて進化した結果、伸ばすと探検に変わる物騒な爪を手に入れた。へえ、かっこいいじゃん。なんか新しい技、アイアンヘッド。アイアンヘッド、これ鋼系のきっと技ですよね。アイアンヘッド。硬い頭で攻撃する。相手をひるませることがある。いやー、メタルクロウはね、攻撃力が上がるっていうね、特性があるので、これなかなかいいんですよね。ひっかくはいらないかな。猫に小判があるし。うん。ひっかくを忘れさせて、じゃあ、アイアンヘッド行っておきましょう。3、2、1。ポカン、1、2、1、2のポカンか。はい、ニャイキング、ひっかく忘れたよん。アイアンヘッド覚えたよん。ありがとうございます。いやー、ギリギリで勝った。危なかったぜ。今の騒ぎで、スナヘビが目覚めるかもしれません。それでは、応援の意味がない。さっそく消えるとしましょう。バイバイ。危なかったぜ。イオダーとヤクダのコンビは本当にすごいぞ。ありがとう。俺、ビートにボロ負けして。いや、負けたのはいいんだ。勝負ってそんなもんだろ。何が勝負くれてんだよ。お、どうした？その、後ろからのアングル。ただ、あいつに、兄貴の名前に、泥を塗っていますねって。そんなこと言わせた自分が悔しくて嫌なんだ。真面目か。俺が弱いと兄貴まで弱いと思われる。そんなの嫌だぞ。兄貴は無敵のチャンピオンだ。これでいいのかちょっと考える。じゃあな、ヨダ。おい、負けても強くなれ。お、砂蛇。え、これいきなりバトルとかある？あ、行っちゃう感じで。さようなら、今度また会いましょう。負けて強くなればいいんだよ。ねえ。お、果てな。あんた、ダンデが選んだジムチャレンジャーだね。誰？わー、おばあちゃん。こいつがさ、ジムトレーナーじゃない？ポプラ。私はポプラさ。詳しくはカードをご覧よ。お、ありがとうございます。ジムリーダーですよね。どこかであんたの本気見させてもらうとしようかね。あいつは、絶対次こいつじゃん。絶対こいつじゃん。ポプラ。これっすね、ポプラ。かっこいいな。ガラル地方で最年長のジムリーダー。母の後を継いで70年。ジムリーダーの座を守る。70年間もジムリーダーやってんだ。ただ本人は自分だけの価値観では限界があると現状を嘆いて後継者を探している。ピンチで人の本性は丸分かりになると考えて意地悪なクイズを出すと説明しているが、あれは根っから意地悪だからと指摘する人もいる。あれ、次のあれじゃない、ジムミッションはクイズだったりして。でもこれだけ見てもこいつが何系かわかんねえな。でもなんかフェアリーっぽいっすよね、この絵。どう？で、こいつはドラゴンでしょ？フェアリーなんじゃない？違うかな。フェアリーだとしたらなんだろう？今ググりまーす。フェアリーだとすると毒、あるいは鋼が有効ですね。なるほど。そうすると鋼といえば、このポケモン。ニャイキング。ですね。まあ、ちょっとエレズンは一応毒覚えてるけど、まだ戦闘にはならないしな。あ、さ、役でも毒なんだ。一回ちょっと、あれですね、ポケ戦に戻って回復させてから、この先進みましょう。
いや、今、ポケセンに来てね、一応、ニャイキングの技を見たんですよ。一応ありますね。メタルバーストってすげえかっけえ名前じゃん。すげえ強い技なんじゃねえかと思ったら、攻撃じゃない、技を出す前に相手に受けた技のダメージを大きくして、出した相手に返すという、そういう技なんですね。なかなか面白い。まあ、鉄壁。あら、特にないかな。残念。よし、戻ってきたよ、6番道路。ここは先に進んでいきましょう。わー、絶対バトル。でもね、ちょっと、ここはね、戦っていって、レベル上げないとやばいっすね。かなりちょっと、気づいたらもう、レベルが低い。大人の女性、大人のお姉さんか。まあね、ピッピーいや、ピッピーエスパーかな、きっと。レベル29。もう、基本これぐらいのレベルになってきましたよね、全体的に。ピッピーは多分虫に弱いんじゃない？どう？虫食い攻撃。ドラ！あんまり効かない。ピッピーはなんだ？エスパーかもしかして。あ、なんだ？あっち見てこい。あっち見てこい。呪い攻撃。うわ、なんだこれ。なに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 どういうこと？これなんか下がった。なんで自分の守備力が下がる？あ、なるほど。守備力、素早さが下がるけど攻撃力が上がるみたいな感じ。なるほど。何がいいんだろう。火炎車で見てみる。火炎車。なんか、ヤクデがあんまり活躍しないな。なんかレベル上げたくて、なんとか頑張ってるんだけど。こう、指を振る。いやー、怖い。お、ロックブラスト？いてぇ！重っ！ヤクデー！ヤクデー！マジかよ。勘弁してくれよ、育ててんのに。ニャイキングで行くか。マジかよ。フェアリーっぽいから、鋼の技がきっと思うんですけど、どうでしょうか。アイアンヘッド、初めての技。行ってみようか。アイアンヘッド。おら！お、効いたな。効果抜群。オッケー。しかも急勝。オッケーオッケーオッケー。ニャイキング、相手がいいといいですね。はい、レベルアップ、エルズの22。まだ来るか。あ、ピクシー。これピッピの、多分進化版ですから、鋼の、わぁ、羽生えただけ。しかもちょっとでかくなった。このままいけば多分、効くはず。メタルクローで攻撃、いや、アイアンヘッドで一発ぶちかましょう。うわぁ、指を振る。こんな攻撃ばっかりだな。怖い。お、トライアタック。何が出てくるかわかんないよね、この指を振るっていうのは。痛いです。効果今一つ。あ、麻痺になっちゃいました。あー、出にくい。動けない。最悪。勘弁してくれ。あ、全然動けません、ニャイキング。そっか。っていうか、あれだね。麻痺直しとか使えばいいじゃん。その運に任せないじゃない。麻痺直し。OK。最初から使えばよかったな。指を振る。何が来る。なんだ？とどめ針。あ、やめて。一撃でやるとかやる。怖っ。これ多分、運によっては、一撃で やられちゃう的なことですよね。おっかな。アイアンヘッド。いけ。いやー、指を。ああ、イライラする。イライラします。なりきりだって、何なりきり攻撃。ああ、なんだ。お？お、マジックガード。硬い爪。あ、硬い爪を、持ってかれちゃった。勘弁せよ。アイアンヘッド。よーし。あ、一撃までいかなかった。よしよし。で、最後は一、確実にやっつけたいので、猫にコマンドでお金ももらいましょう。あーもうマジやだ、この指を振る。何が出てくるか本当わかんない。読めない。恨み。なんだ？恨まれました。怖いです。何ですよ。あ、4削った。いや、勘弁せよ。まあいいや、これでやっつけた。うわー、きつかった。ピクシー。強いなー。まあ、なんとかやっつけてか。ありがとうございます。はい、ナイキングレベル29。ありがとうございます。ダグトレレベル28。大人のお姉さん強かったわ。アイラインもちゃんと引いてね。2880円、ありがとうございます。ちょ。復活させとこう。アイテム。ふう。あ、ダグトリオじゃん。ダグトリオとかも普通に出てくるんですね。何こいつ？何こいつ？あ！
テレキテル。絶対電気じゃん。絶対電気じゃん。さようなら。いやー、ちょっとなんかあれだなー。仲間にしたいけど仲間にならないなー。かじり紙レベル30ありがとうございます。お、かじり紙、カウンターを覚えた。カウンター、格闘か。相手から受けた物理攻撃のダメージを2倍にして返す。素晴らしいですね。いっか。いっか。はい、どうも。いやー、全然ダメだなー。ちょっと欲張りすぎるのは良くないですね。仲間にすることは考えず、とにかく全力で倒しにかかるしかないかな。で、なんか役ではここのステージと相性が悪いっすね。だからまだ弱いのか。そう、そうだね。まだ弱いんだね。役では下げとくか。きっと進化してくれますから。役では下げておいて、じゃあ誰にするかな。とりあえず強いのり巻きにしとこうか。よし、OK。よし、先に進むしよう。先に進んでいきましょう。先に進む。お、ポケモントレーナーが二人も並んでますよ。あ、いっぱいいますね。